エンタメ情報発信サイトオフィスナイキをご覧の皆様、どうもかなです。私このオフィスナイキのこの動画はですね、5回目で最多出場になります。ということで、5回目、出させていただいておりますが、2月の20日に、発売になっております両 A 面シングル「ドライなあなたを飲み干して」、そして「潮風の街」、こちら全然タイプの違う、2曲が1枚に収まったこのシングル CD、 皆様はもうお聞きになっていただいておりますでしょうか。こちらはですね、ドライなあなたを飲み干してはジョイサウンドの CM ソングで、流れておりましてですね、80年代のちょっとキラキラした感じの歌謡曲をイメージして、作りました。そしてもう1曲、潮風の街はこちらは70年代後半のこれぞ歌謡曲といったような、メロディアスでとっても耳なじみのいい、そんな、一曲に仕上がっております。ぜひ皆様聴いて、そして覚えて、そして歌っていただけたら嬉しいです。北海道はもう本当に大好きで、毎月と言ってもいいぐらい、訪れていたんですが、ここ最近ちょっとご無沙汰しておりますので、またこれを機にですね、バンバン北海道の皆さんにもカナを PR して、そして潮風の街、ドライなあなたを飲み干して、北海道の皆さんにもぜひ歌っていただけるように、あちこち、ライブを中心に走り回ります。皆さんにもぜひ、カナのライブにご出演いただけるチャンスがございます。これはなんとですね、3回目になります。カナのボーカルパフォーマンス&コンテスト、こちらまだまだ募集しておりますので、詳しくはホームページまたはシングル CD をお買い求めいただきますと、詳しい詳細など載っておりますので、ぜひそちらの方をご確認いただいて、たくさんの皆さんにご応募いただきたいです。グランプリ取られた方はバンドで生演奏で、カナのステージで歌を歌っていただけます。たくさんの皆さんにご応募いただきたいと思います。お待ちしております。それではドライなあなたを飲み干して、こちらは80年代キラキラ歌謡曲、そして潮風の街、こちらは70年代後半のちょっと甘酸っぱい切なくなるような歌謡曲、2曲どちらか皆さん、手に取っていただきまして、覚えて歌っていただけたら嬉しいです。そしてライブでもぜひお会いできるように、皆さんの元気な笑顔をお待ちしております。それではカナでした。応援よろしく。